前回モデルから仕様変わってるらしいんですね。パッて来た瞬間、あったかいのどっちって言われると、僕らも買ったんやけども、ブランケット。これおすすめです。はい、本日ですね、屋外のアクティビティにも対応したフラッグシップモデルのダウンジャケットをご紹介したいなと思います。ということで、こちらがですね、ナンガのフラッグシップモデル。まあ一番定番のモデルっていうことやと思いますけど、なんかホームページにはフラッグシップって書いてて、普通フラッグシップって一番高いモデルやのになと思ったんですけど、一番高いモデルではないんですね。だからその辺はちょっとよくホームページから引用しただけやから、ちょっと僕は、あれどういうことかなって意味がわからないまま、スタートしたいなと思います。実はこのナンガのオーロラダウンジャケット、これ僕前回モデル持ってるんですよ。前回モデルから仕様変わってるらしいんですね。でようようホームページ見たらなんか第6代目らしいんですよ。めちゃくちゃ続いてるやんと。ジェイソウルブラザーズですら今まだ3代目ですよ。6まで続いてるってそれも老舗中の老舗なんですけど、なんか知らん間にアップデートしてるみたいなんですね。だから僕ずっと定番モデルって形変わってないんやと思ったらめっちゃ変わってるんやってことでね、第6代目の、オーロラダウンジャケットをね着用していきたいなと思います。まあ大きな仕様変更とかは後で言うんですけど、まあこれね、メーカー的にはどっちでもいい話なんやけど、視聴者さん結構気にする方が多いんですけど、以前のモデルはこれプリントタイプのナンガロゴやったんですけど、今回のモデルは刺繍タイプに変更されております。まあここね、基本的に作り手からしたらどっちでもええねんちゅう話なんやけども、着る方からしたらね結構気にされる方非常に多いかなと思いますので、お伝えしておきました。でね、ロゴがねちょっと嫌よっていう方はね、これのね全く形ほぼほぼ一緒なんやけども、それのちょっと上位モデルがあるんですよ。オーロラダウンジャケット、なんとかってなんか山の名前ついてるやつあるんですよ。それはねロゴがこれボックスロゴになっております。でそっちの方がいいよって方はそれを選んだ方がいいかなと思うんですけど、またそれにするとねちょっと襟が低いとかちょっと仕様もまた変わってくるんですよ。だからこれ今回紹介するのは一番定番モデルですから、まあドラゴンボールでいうところの Z やと思ってください。ドラゴンボール Z って一番定番なんですよ。その後 GT に行ったりとかなんかわけわからんのに行ったりしてるけども、一番定番ラインを今回ご紹介していくということになってますので、それ以外のモデルっていうのは少し変更が変わってくると。でじゃあ今僕着てるのはどんな感じなんかっていうと、身長178センチ、体重68キロでございます。現在僕着てるの L サイズで着用してるんですけども、これ見てもらうと分かる通りね、ナンガのホームページに実はそのおすすめのサイズを展開してくれる AI みたいなのがあったんですよ。でこれでパーって僕調べてみてね、身長178センチ、体重70キロ、年齢34歳、男とかでやってったんですよ。ほんならおすすめのサイズパッて出たのが S やったんですよ。ちょっと S はさすがにと思ったんやけども、まあ今回僕は L を買ってるのでね、まあそれはちょっとあくまで参考程度というか、あこういう着方もできんねんなくらいでね感じるのがいいかなと思うんですけど、もしかしたら以前の、まあ、ダウンってタイトに着た方がいいってもちろんナンガさんもご存知だと思うので、まああえてオーバーサイズ気味になってるからタイトに着るように作られてるんかもしれんけども、ちょっと僕どういうことなんかわからへんけども、なんか一応そういうのもありました。だからまあ参考にされる方はね、遠方で行かれへん方なんかはそれちょっとやってみるのもいいかなと思います。でこんな感じで L サイズで着用しておりますけど、まあ、いろんなダウンジャケット着たんですよ。それこそまあこのオーロラダウンからオーロラライトダウンってもう一個上のモデルで、ライトダウンの中でもさらにもう一個上のミカミかな、そういうモデルも着たりとかいろいろしたんですけど、まあ、今回自分的には、まあ、一番この定番のモデルっていうのが、まあ、気に入った部分っていうのもあったんでね、まあ、そんな感じのお話はしていきたいんですけども、今回ね変更しよう変更したことによって良かった点もあるんやけど、やっぱ微妙になった点もあったんですよ。でそんなところをね皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。で基本的には仕様の変更っていうのはあんまなくて、生地が変わったとかっていうのも特にないし、中に入ってるダウンも特に一緒なんですよ。だからまあそんなにダウンジャケットの性能としてはそこまで変わりはないんですけども、やっぱ見た目がね大きく変わってきたんじゃないかなと思います。まあこれが今回のモデルでしょ。で前回モデル一回ちょっと来ますね。はい、こちらがね前回モデルの L サイズなんですよ。だからサイズはもう全く一緒なんですけど、やっぱり体に沿うようにできてるので、パッて来た瞬間あったかいのどっちって言われると、前回モデルの方がやっぱりタイトに着れば着るほどあったかいんですけど、今年のモデルは身幅をあえて大きくしてるので、ちょっとね正直暖かさ落ちちゃったなっていう印象はあります。ただねアップグレードしたなっていうところもあって、それ何なのかっていうと、このね首元のところって以前のモデルってなんがってタグ入ってて、別にここに何にもないんですよ。ただ今回のモデルからこういったニットのバインダーがついてるんですよね。これがあることによって首のところがこう着用した時にこう首に沿ってくれるんですよ。パッて当たってくれるから、いきなりこのね生地ナイロン生地当たったらひんやりして寒いじゃないですか。うっさぶってなるけど、まあ、これが当たってくれるっていうところがいいところでもあるし、あとね汚れ、やっぱ首の汚れって結構つくんですけど、皮脂がねつきにくいというところも、あこれ考えられてアップデートしてんなっていうところがね分かるんじゃないかなと思います。で僕一番のお気に入りの部分っていうと、以前から今回ちょっとなんかアップデートあるでという話は聞いてたんですけど、それで一番アップデートして良かったんちゃうかなって
って思うところがね、この襟の高さです。めっちゃ良くないですか、この襟の高さで。僕結構襟高いの好き系 YouTuber でやらせていただいてるんですよ。でまあ人によったらね、いや襟高いのなんかもうこれもうちんちくりになって、あの雑誌の後ろに載ってるメンズのなんか手術写真に見えるから嫌やねんっていう人も見てるんやけど、僕結構この高いの好きやから個人的には好きなんですけど、うちでねいてるスタッフなんかはね、結構首短め顔大きい丸っていう子がいてるんやけど、その子なんかはね首が高ければ高いほど着たくないって言ってたんで、まあ人によってはそういう人見てるんやけども、僕個人的にはこのハイネックになったモデルっていうのはいいんじゃないかなと思います。でちなみにこのオーロラダウンジャケットが一番首元高いんですけど、他のモデルはこんな高ないんですよ。だから一番襟が高いやつ欲しいっていう方はもうこのモデル一択になっちゃうんですけど、このね仕様変更っていうのはね、僕個人的にはねめちゃくちゃええやんと思ってね、それで買ったっていうところもあります。だから一番気に入ってる仕様変更はこの首元になってますね。自分自身もね今ダウンとか来年向け作ってるんですけど、フード作るんやったらこれぐらいの襟あってもいいかなって思うぐらい、あの結構気に入っております。ただねこのね仕様変えて、まあ、首元高くなったっていうのは非常にいいんですけど、やっぱね生地全く一緒でしょ。で中綿も一緒なはずなんやけど、サイズ感変えるだけでこんなミリタリー感出るっていう、やっぱもうだいぶ雰囲気変わったんですよ。でねいつものごとくね、男は好きなんですよミリタリーのこういう感じがね。ただ女子受け悪いっていうところなんで、まあ、ちょっとデメリットでもまた言おうかなと思ってますけども、まあ、そういった感じになってるんじゃないかなと。あとね部品だけで考えたらちょっと値段上がってんちゃうかなと思うんですよ。っていうのも例えばこういったベルクロ、このベルクロって以前までのベルクロがこんな感じのね、このボコボコタイプっていうか、まあ、スポーツタイプのベルクロやったんですけど、こういうワシャワシャタイプに変わってるんですよ。でこのワシャワシャタイプの方がもちろんこの毛がうわーっていっぱいあるからひっつく面積が多いんですね。でもこのボコボコタイプって空間もその分隙間も多いんですよ。だからこっちの方が強度が高いし劣化しづらいっていうのがあるので、こんなベルクロまで見て買ってるやつおらんかもしれんけども、まあそういういいアップデートもねあったっていうのは正直なところじゃないかなと思います。ただまあデメリットとしてはね、何なんかっていうと、ちょっとやっぱり保温力が落ちましたね。ここのドローコードでギュッて締めちゃったらその横の熱が逃げなくはなるんですけど、隙間がやっぱあるんですよね。その辺がちょっと下がったかなっていうところと、身幅がでかくなったがゆえにどうしてもこうやぼったく見えるっていうか、お店で見る分にはめっちゃかっこいいんですよ。お店でねパッてこうやって見てるじゃないですか、めっちゃかっこいいやんと。これちょっとオーバーサイズゆったりした感じでちょっと35歳も行ってみようかななんて思ったりするんですけど、ただ街中に行った瞬間めっちゃやぼったんですよ。あれなんでこんなお店の中で来た時かっこよかったのに街中の居酒屋行ったらただのおっさんになってんやろっていうのがね、なんでか知らんけどいつも不思議になるんやけど、やっぱ大きくすればするほど若い子はいいんですよ。若い20代の子は大きくすればするほどオーバーサイズでこうゆったり着てるちょっとあのアーティストみたいな雰囲気出てくるんやけど、もう35過ぎぐらいからねオーバーにするとねただのやぼったさのおじさんになってくるんですよ。だからその辺ちょっと気をつけたいなっていうことで、特にこういうジューアウターっていうんですか、ちょっとこうゆったり着て最近の若者っぽく言ってるんですって、おっさんやないかいと、もうめちゃくちゃおっさんやないかいって思われるし、まあ、色味的にもそういう風に見えやすいのでちょっと注意していただきたいなと。だから魔法が店内ではかかっておりますので、あの魔法が溶けた瞬間にそれでもいいって思えるとか、シンデレラと同じなんでね、12時過ぎたらアウトっていうのと同じで、何かのお店出てしまったらあとはアウトになる可能性もありますので、その辺も気を使って、あじゃあちょっと自然光でも出ていいですかって言って店内から外出て、あこれ自然光で見た時俺どう思う、おじさんになってないって言って奥さんに聞いて、奥さんがよしオッケーって言ったらまあ大丈夫なんですけど、いや魔法かかってるわあんたあかんって言われたらその時やめていただいた方がいいかなと思います。ただねおすすめの人どんな人なんかっていうと、最初言った通りその屋外でのアクティビティとかっていうのは向いてるなと思いますので、これ一応防水なんですよ。だから雨とかも全く大丈夫やし、こういった止水ジップを真ん中使われてるので隙間からね水が入ってくることもないんですね。でもっと言うならこれフードもついてるから、雨とか降ったってフードかぶっちゃえばカッパにもなってるわけなんですよ。だからなんか持ってなかったんと、でちょうど欲しいなと思っててんけど今回アップデートした卓像買うかどうか正直どっちってなったりしたら、入門編としてはね非常にいいんじゃないかなと思うんですね。だってこんだけ全天候もクリアできて、でしかも国内屈指のダウンブランドが作ってるっていうことなんで、ちなみにダウンブランドっていうとザンダーかなっていうのと、ナンガとあとまあ水沢、まあ、このあたり有名の国内のダウンブランドになると思うんですけど、まあ、そのブランドが使ってる、まあ、一番定番というか入門編のモデルになってるので、まあ、間違いはないよねと。で他にもね、いや俺今までバルトロも買ってんと、でもなんかすっごいみんながいいっていうダウンジャケット買ってんけど、とにかく暑いと、もう暑でしゃあない、もう冬やのに俺汗かいてて笑われてんねんっていう人なんかも、これは非常にいいじゃないかなと思います。っていうのもあの中綿自体が760フィルパワーのダックダウンを使ってるんですね。でまあちょっと今のは暗号を言ったわけじゃないんですけど、分かる人からしたら分かるんですよ。あなるほど760のダックか、まあまあそんなめっちゃダウンブランドにしてベラボーに高いわけじゃないし、しかもダックやからちょっとちっちゃめな綿ないなって思った時に程よいなんていうの暖かさでいけるんですよ。だからめっちゃ寒いとこで寒がりな人とかちょっとはちょっと厳しいかなと思うんだけど、わしはバルトロも買ったけど暑うて手放したわとかね、あとモングレールも買ったけど暑うて手放したわっていう人なんかにはね、逆にこれぐらい軽量なダウンっていうかライトダウンというか、まあそういうのをね使ってるのがいいんじゃないかなと思いますので、まあ保温力としてはあのめっちゃあったかいっていうことは多分ないと思うんですけど、まあまああったかい、じゃあめっちゃあった
かいの欲しいのどうしたらいいのっていう場合は、もし何かで咲かされる方はオーロラライトまで行った方がいいです。ライトまで行くともうぐんと、暖かくなるし、860フィルパーかな、800何十フィルパーまで上がって、さらにグースダウンになってるので、もう2ランク3ランク上になってるのでね、そっちの方がいいかなと思いますけど、まあお値段がね、こっちのゼニーの方がね、倍ぐらいしてくるってことになりますので、値段をお伝えしませんでしたね。47,300円、これタックスインでございます。で税込みで、この値段になっておりますので43,000円ですかね。ほんでね、まあ店舗行きましたと。で正直ダウン微妙やったと、あんま絵のなかったという時はね、僕らも買ったんやけども、ブランケット、これおすすめです。なんやったらもう僕らブランケットの方が毎日使っておりますので、ブランケットはね2枚持っております。1枚はウールのやつなんやけど、もう1枚はね今回コットンのやつを購入したので、いろいろ迷ったんですけど白黒の柄のやつを購入したんですけど、これがめちゃくちゃ使い勝手がいい。もう毎日僕ら車用とか言って買ったけど、今毛布、自分らの寝る寝具の毛布にしてるぐらい気に入ってて、もう1枚買おうかって言ってるぐらいなんで、まあ家でね洗濯機にぶち込んでね回せるっていうのもあるので、まあナンガはねもちろん素晴らしいダウンジャケットで、このオーラダウンジャケットも素晴らしいんですけど、まあ僕いっぱいいろんなダウンジャケット持ってるから、まあそれに関してはすっごいおすすめできる人っていうのは、さっき言ったみたいな暑いのが嫌な人とか、とりあえずナンガを入門編で買ってみたいっていう人なんかはいいと思うんですけど、まあ拓蔵がそこまで言うから、ちょっとナンガの店舗行ってみたかな、こんな来たらわし完全魔法があってだと、全然あかんおじさんなってだとっていう方はブランケットを見に行きましょうと。ブランケットであこれいいやんということで、奥さんも結構気に入っていただけると思いますので、なんやったらもしかしたらいずれね国内屈指のダウンブランドから、国内屈指のブランケットブランドになるんじゃないかなと思ってるのが、こちらナンガということになっておりました。ということで本日はですね、オーラーダウンジャケットを紹介してみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。